皆さんこんにちは、なみです。西です。本日は in 関西ということで、はい、サンロイヤルゴルフクラブにごさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗で素敵なゴルフ場ですね、ここも。ねえ、まだコース見てへんけど、はい、もう入った時からめっちゃ綺麗で、ねえ、楽しみです、ね、で今日なんですけれども、はい、まあ、皆さんが第1弾すごい喜んでくださったコラボ企画の第2弾でございます、はい、しかもね、ニッシーさんがね、はい、またコラボしたい人、はい、誰ですかって言った時に言ってて、はい、そうですね、そうなんです、はい、で今日大物ゲストの方も来てくださってるんですよ、はい、でその方が、はい、私が一番コラボしたいって言った人じゃないですか。そうですね。なんで、はい、どっちも、はい、今日はトリプルコラボです。本当ですね、はい、あとねもう一人すごい方来てくれてて、はい、ちょっとねこの人にはお願いしようかなと思って、はい、以前にもね動画出ていただいたんですけど、はい、その時はキャディーさんとして出ていただいたんですよ。そうですね。でも本来はフィットさんじゃないですか、はい、なんでねちょっと私たち今日勝負して勝った方には私の今一番欲しいゼロビーブもらえへんかなって聞いてみようかなと思ってるんです。はいはいはい、はい、ね、じゃあ早速お呼びして、はい、ちょっと聞いてみましょうか。はい、お呼びしましょう。じゃあお願いします。ゴルフ夫婦のお二人とヒロさんとリリ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 。で今日はゴルフ夫婦さんとコラボさせていただいて大物ゲストでヒロさんが来てくださったんですけど、本日勝負して勝った場合、はい、小林さんゼロビーブをプレゼントしてくださるということでよろしいですか。わっありがとうございます。じゃあ早速かわいいですね、勝負させていただこうかな。リタちょっとロイ君ダメだよ本来はサンロイヤルのそう、イノシシ退治よね。イノシシ退治で、はい、かわいい。ロイ君と。ロイ君と。めちゃくちゃかわいいです。リリー。かわいい。YouTube もやってます。本当ですか。あ、そうなんですか。お二人で YouTube を。はい。じゃあ、概要欄に貼ってるんだけど、チェックしてみてください。本日の企画、はい、ちょっとわちゃわちゃしてますが、はい、ご説明させていただきたいと思います。はい、じゃあ前回と一緒ですね、はい、こうなんですよね。あ、そうですね、はい、今回も平成チーム対昭和チームで対決していきたいと思います。よいしょ。前はね、平成チームが勝ちましたので、勝ちましたんで劇的勝利でしたよね。はい、めっちゃいい勝ち方したんで、うん、まあ、前回の動画見てない方はちょっとこちらに貼ってるんでぜひ見てみてください。お願いします。お願いします。で今回も男性陣お二人にはバックティーから回っていただいて、はいはい、ゆかさんにはレギュラーティー、はい、私はレディースティーで対決していきたいと思います。はい、二方、あと皆さんめっちゃうまいんですよ。ちょっと本当にうまいんで、どういう、何でしたっけ、日本女子ミッドアマ、はい、はい、チャンピオンですからね。チャンピオン、チャンピオンです。すごいんです。昔々の過去の絵本当にすごいんで、ね、経歴ここに書いてますそれでね、ベストスコアなどこれから対決していきたいと思います。気分お願いします。今日も勝つぞほんまに上手いんかなって思って初めて見た人すいませんゆたさんは前回もうね劇的な負け方をしちゃったんで、はい、今回は西さんとぜひリベンジをしたいということで、うん、はい、今回は頑張りましょう。頑張りましょうね。はい、はい、勝ったらゼロウィービーですか。はい、お西さんはそうですね、この間負けてから、はい、もう悔しすぎて一睡もしてないんで今日勝ってね、ようやく寝たいと思いますね。はい、おめでとうございます。一睡もしてないよ、怖すぎる。はい、怖すぎる病気。半年前ぐらい。じゃあ早速お願いします。はい、お願いします。小林さん。じゃあよろしくお願いします。お願いします。ああ、ナイス。ありがとうございます。よかった。昭和の意義にしてな。300人のギャラリーが見てましたね。300人。お願いします。お願いします。お願いします。おお、ダッシュ。右だけど大丈夫だね。大丈夫です。オッケー。オッケー。よしよし。よいしょー。左行っちゃった。行く？
バンカーですね。あ、今バンカー入ったな。ヒロさんが言うから。かわいい。ヒロさん、シャフト変えました？前からこれですか？宮間の。あ、でも変えたかもしれないですね。あ、でもこれだったな。これプロギアの純正の。本当だ。へえ、それが好きなんですか？これがいい、なんか好きですね。へえ。へえ。なんか多分中身的にはあのギアマノの DS、はいはいはい、DS かな、DS、青バナなんですけど、うん、はいはい、そのディアマナを打ってもちょっとこっちの方が良かったんです。へー、何が違うかちょっと分かんない。よく分からなかったな。分からへんけど。そうなんです。コンペで大人気でしたね、渡辺。渡辺これが本物ですね。本物です。あれは親戚親戚がね、あのどんどんドナドナされていきましたからね。うん、そうそうそう、いなくなっていきましたね、渡辺の親戚。いただきます。お願いします。あら、低い。仲良しか、これは。あー、超えろ。ね、バンカー聞こえる？あー、きつりに。仲良しですね。仲良し。今回は女性陣が仲良し。やばい。てか、めっちゃおしゃれな、あの、なんやっけ、ガーミンのもらい方してませんでした？あ、そうなんですよ。今日初ガーミンですよね。初ガーミンなんで、やっと接続できて、やっと、さっきニッチーさんにちょっと使い方ちょっと教えてもらって。ずっと欲しい欲しいって言ってて、はい、で、じゃあ2人でお金出しちゃって買おうみたいな話してたら、はい、あ、そう、荷物届いたからって言われて、うん、開けてって言われて開けたら、うんうん、え、ガーミン。やばー。どうです、こんな旦那。優しすぎません？優しすぎますよね。でもその時のゆかさんのリアクションはまあまあ鬱の。いやいや、それもその時は喜びました。その時は喜びました。やばーってなりました。よかった。その1分後にもう塩対応やめるって言いましたけど、はい、普通にその後塩対応だよ。はい、はい、1分です。1分間だけね、ガーミン上げれば1分間は1分間は我慢できる。我慢できる。我慢言うて思ってるから。180ヤード5番ウッドで打ちます。はい。みんな、おー、いいとこ転がってほしい。うわお、ナイス、ナイス。もう打つ意味ない。いや、本当に見てくださいよ。もう意味ないから。じゃあ180ヤードですか。はい。7番ウッドで打ちます。うまい。あ、右行ったよな。オッケーオッケー。ナイスです。1578番で。はい。よいしょー。あー、ちょっと左。ちょっと奥行ってもらいました。奥行きましたね、左奥。157ヤード8番です。はい。番手もゆうたさんと一緒ということで。はい。うまい。ちょっと右かな。おー、ナイスオンです。こぼれたか。ありがとうございます。はい。ガーミン初心者です。私今日ガーミン忘れてきました。はい、ガーミンいいですね。ガーミンいいですよね。塩対応1分で終わりました。1分しか。いや、でも素晴らしい。いつもサプライズで渡すんですか、そういうのは。一応そうですね。素晴らしいですね。でもなんか僕はあの誕生日もうちょっとゆかちゃん、はい、5月の26なんですけど、はい、で前もって買うんですよ、うんうんうん、でそれまでに、はい、あの隠しておこうと思うんですけど、はい、絶対バレちゃうんで、それはバレるんですね。そう、ゆかちゃんいいのあるかもねとか、はい、いいのが届いたらいいよね、なんだと思うみたいな感じで言っちゃって、はい、で結局誕生日前にサプライズしちゃうっていう、はい、やばー、言いたくなっちゃうんですか。そうなんですよ。いい旦那すぎますよね。ねえ、うん、そんなサプライズやばいですね。されたい、されたいですね。ガーミン欲しいとか一緒に買おうよって開けたらガーミンとかおしゃれすぎません？
あまりにも予想してなかったですか？全然予想してなくて、はい、なんかちっちゃい箱届いてて、はい、またなんかクラブ買ったんだと思ったら、ヘッドが入ってるんかなと思ってドライバーの、はい、で開けたらガーミンって書いてあってえみたいな、やばおー、いい感じ、いいかも、もうちょい、ナイス、ナイスです、いい感じ、58で行きます、はい、おー、分かれ、仲良しやなー、あー、ちょっとスピンが効きすぎちゃいましたね、そっか、1ミリたりとも曲がんなかったなんで、参考になりました、こい、あー、よかった、ありがとうございます、ナイスパーです、オッケー、大丈夫か、はい、いただきます、じゃあ、まあ、惜しい、辛い、角回りフックした、なんかね、フック、スライスした、スライスだったな、そう、じゃあワンダウンってことですか、あ、はい、ナップ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、最初だけですもん、ね、え、まだあのこの間のリプレイみたいなやめてもらっていいですか、怖い怖い、じゃあ何かかけましょう、ゼロビーズ以外で、そうですね、何かかけちゃいます、かけましょう、何がいいですかね、ガーミン、ガーミン、みんな持ってるじゃん両手で、ゆうたさんがむしろ欲しいんじゃないですか、そうそう、めっちゃ欲しいですよこれ、あの何か何がいいですかね、ちょっと普段もう少しあの優しくしてもらうとか、ああそれが一番ありがたいですよ、ちょっとだけ優しくしてもらう、プライスレスなんで、プライスレス、それが一番ありがたいかもしれない、はい、一日だけで難しい難しい、1分がちょっとね、1分じゃなくて1日優しい日を、そうですね、あ、じゃあゆかちゃんたちが勝ったら、はい、僕はゆかちゃんを、はい、温泉、温泉、おー、旅行、なるほど、で、ニッシーさん、じゃあナミちゃんに何すか、エステのチケットとか言います、ああそれがいいかもしれない、いや、ナミちゃんもね、結構ね、あのここまでコンペとか、あのお疲れなんで、あ、なるほど、なるほど、はい、一日エステチケット、それいいですね、はい、どうですか、どうですか、どうですか、テンション上がります上がりますね、エステチケット、エステチケット、ゴルフグッズがいいですか、いやいやいや、じゃあエステチケットで、いいですか、じゃあヘッドスパとか、あ、ヘッドスパで、ね、OK です、コースを選べるようにします、確かに確かに、ゆかちゃんもじゃあそうしよう、あ、都会みたいに何もないヘッドスパとかなんかないもんね、ないちょっと探しておきます、はい、あの大阪まで出ていただいて、そうですね、兵庫もあるやろ、ありますよ、それ決まりでよろしい、はい、そうしましょう、男性チームは1日優しくしてもらえるじゃあ西さんの場合どうなの、優しく、あのじゃあどうしましょうね、ラウンド中、ラウンド中、あ、私がこうきつく見えとる、私そんなつもりないけど、はい、もっといつも以上に優しい感じで、はい、そうですね、やってみます、あー何でもいいよいいよみたいなミスしてもナイス、西さん男前ちょっと嬉しいけどなんかゾクゾクする楽しみだそれ、リベンジしましょう、リベンジしましょう、そっか、え、1打でこっちが勝ったんですか、そうそう、最後のバーディー、はい、最後の最後まで、ね、面白かったあれは、なるほど、そっか、ティーグランドはどうしますか、なんか距離見たら、はい、バックで6500ぐらいだったんですよ、はいはいはい、うん、チャンピオンバックレギュラーレディースがあるんですけど、はい、でジョイックスの時も多分6700-600だったかな、ね、青で前半僕らが白でやってて、そうリードが結構開いてきたから青にしてまくられるっていうねボボボにされるまさかでしたけどね、でもジョイックス結構白と青が近いですよね、あ、でしたね、はい、そうですね、なんで、うん、ほぼ青から回るみたいな感じやった、うんうん、確かにな
てる。まあでも男性陣青で、ゆうたさん白で、私が赤で、はい、もう全く一緒で、とりあえずやってみましょうか、はい、で、その、まあ、差が前半でどうなるかで、はい、後半もまた T の位置、白になるか、青になるか変えさせてもらっていいですか、はい、前に出るレディースなってるかもしれない、はいはい、じゃあ前と一緒、そうですね、うん、もう何でも僕らは、はいはい、ちょっとヒロさんをね、いや本当にちょいちょい交代してもらいたかったそうそう、一瞬で企画が終わりましたちょうどアップにしてるから可愛いちょっと待って可愛いかわいい使いこなしてますか、ね、可愛いかわいいヒロさんがカメラしてるけど喋らんなと思ったら、うん、絵の方でちょっとなんかしてた、ね、うん、いやいやカメラマンはやっぱ喋った、ね、あダメなんですね、フレームくるミニゴルフに関しては来ないこれはサブちゃん行きかもしれないサブちゃん最近あれですもんね、動いてない動いてないですもんねえダメよダメよ、さっそくさっそく頑張ります、今日の今日は頑張ります、面白いところを収めますいろいろとぶっ込む質問をしてきたみたいな、はい、考えてきたので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ファンの皆様喜ぶ質問、はい、お願いします、はいはい、近い、はい、今日の意気込み、今日の意気込みですか、この間負けてるんでボコボコにしろかな、罰ゲームさせるからね、負けたら本当っすよね、うん、え何させたらいいと思いますか、え罰ゲーム、いやちょっとあれそれ今日の意気込みは、今日の意気込みはやっぱり買ってあのゼロフィットのものをいっぱい持って帰ります、誰と勝負しに来たの今日の意気込みですか、前回惜しいところで負けちゃいましたんで、今回はそのリベンジを、あれだし、あれあれ、お嬢お嬢、もう一人お嬢、お嬢なんかあっち行きました。ニッシーがもうまだ始まる前にガーミンチェックしてます。マイクチェックみたいな感じのこれ、アーティストでいうとこの音合わせみたいな感じです。ああ、やばいやばいやばい。ああああ、やばい。ガーミンに波形が出てるらしい、最近の最新は。これでコースレイアウト出るんですけどね、今ね。あ、ありがとうございます。今日ね、はい。俺一個パクられたな。違った、つけてなかった。天然。見なかったですか？見たよ。見ました。うん。仙人くんのやつだろ？そうです。ちぎられた後の仙人くん。ちぎられた。あとあのなんかイケてるポーズのやつ。イケてるポーズ。もっといじめられてた、波ゴルフあの靴のあのポーズは何なの、あのなんかかっこいいでしょ、インフルエンサーみたいな、あそうそうあの肝取り、肝取りあの RG がよくやってるんですよ、へー、歌うまいってちょっとなんで明日雨なんですか、なんかね、練習風景撮ることとかないですよね、そうちゃんの70代の時ぐらいの練習してたから、普通の人はこうやっていつも練習してからコースに向かうみたいですね、あれ、あ、そっか、ルさんは C 呼びました、呼びました、気合い呼んでます、気合い入れてこれじゃない、いいですね、やっぱり女性は白がいいですね、いろいろと男性の心くすぐりましたね、白は、そうなの、ね、でもカゴを一切傾けずにボールを取るっていうあの癖の強い練習の仕方をしますよね。そっちの方が気になる。あ、いい。食べました。これ。よく見るやつや。YouTube で見るやつや。
この曲や。見てない。聞いてる音。これですよ。二人じゃない。あ、ここでひっくり返すと。しかも。ガッチャンしてひっくり返すわ。ありがとうございます。はい。見てます。ありがとうございます。せいぞろい、せいぞろい。波ゴルフ打ったらもうほんまに。グボ。どっかで繋がりました。そうでしょ、はい、やばいですよ。YouTuber。岡山の YouTuber。関西の YouTuber、関東の YouTuber、やばーオールサーオールサー通りです。千鳥、二丁拳銃、あの、ナイト。オーラ感じてた。感じてへんかったよ、もう黙々やってましたよ。いやいや、オーラ、もう言いますわ、もうちょっと映しときますわ。オーラが見てます。本当ですか。そんなポーズしてます、誰か、どっかの YouTuber。 一番分かります。関西はもうめちゃくちゃ、もう関西ですね。急に振り出したね。急にドライバービュンビュン音鳴らした。いいとこ見せんと思う。いや、本当ですよ。本当に。本当っすよ。ゴルピアさんやったら使うんやけど。おかん見てるかもしれんから。おかんは見ん。おかんがこの YouTube 見て。おかんゴルフします。あ、息子頑張ってるわ、思ってる。やってくれてるわ。これ街頭インタビューとか。お母さん頑張ってます。お母さん頑張ってます。お母さんの名前は。お母さんの名前は。お母さんエリコです。エリコ、エリコ。エリ。親父はお母のことエリーって呼んでます。もう離婚してますけど。ややこしい。もうめちゃくちゃやで、ほんと巻き込み事故やで。おー、引っ掛けたね。どうですか。ちょっと引っ掛けましたね。引っ掛けました。引っ掛かってます。どうしたらいいですかね。いやいや、いいと思う。おお、もう曲がりそうにないよね、相変わらず。本当ですか。うん、あのヒロさんとの対決でボロ、まあ、あれはもうあれからゴルフ始まったみたいなもんじゃないですか。ね。確かに配信劇が。そうですね。うん、次は負けませんか。いつ対決するか分からないけど。ヒロさんでもね、この間プライベートで回ってて撮影なしやったらゆかちゃんにまさかの勝っちゃったんですよ。うわー、それ言いにカメラ入ってきた。悪いな、この旦那。私脱臼してましたから。あ、そうです、そうです。気づかんうちにね。気づかんうちに。でも77だったんで。あ、そうなんですよ。よろしくお願いします。そんなことするからゴルフのカメラみんな下がなくなるんですね。ずっと回しっぱなしだ。カット大変。メモリなくなるんちゃうかな。もう一本目。一本目は、だからもう。それでは、はい、閉めてください。いい、逆に向けます。はい。はい、ついに出た。はい、どうも。鼻マスクのヒロです。ですね、今日はですね、波ゴルフ対ゴルフ の, あのコラボ撮影ということでですね、しっかりと皆さん朝練習をしております。きっちりと練習をした結果がこの後コースで反映されるかどうかを皆さんお楽しみください。それでは会いましょう、はい、会いましょう。じゃあまた。ありがとうございます。